日紹介するのは塩田武史さんが書かれた歪んだ波紋、講談社から出ています。この本は5つの話からなる連作短編集です。5つの物語の主人公はいずれも新聞記者もしくは元新聞記者、どの話も誤報に関わります。沢村正彦は地方紙の近畿新報本社社会部の記者です。休日に家族と過ごしていると社会部デスクの中島雄一郎から電話がありました。会社の近くにあるインド料理店に行くと沢村は中島からある案件を頼まれます。中島は自社の特別チームプロジェクト IJ の責任者でした。このチームで市長制に関するスクープをしたのです。そんな中島からの案件はひき逃げ事件に関してでした。ひき逃げした車の目撃情報があり、その車は亡くなった被害者宅にある車と同じだというのです。プロジェクト専用メールアドレスに読者からの情報でした。プロジェクトチームの記者桐野が裏を取ったと確認し、警察はまだ動いていないが沢村に被害者の家族に確認を取るようにと沢村に指示をしました。被害者の妻が殺人の目的で引いたのか、沢村は被害者宅のインターホンを押します。読んでの感想なんですけど、そもそもですね、この作家の塩田武史さんっていう方を知ったのはですね、グリコ森永事件を小説にした罪の声なんです。この本はですね、本屋大賞ノミネート作品だったっていうのと、私本好きのグループに入ってるんですけども、そこでの、レビューというか評価が高かったっていうこともあって、読んでみたんですが、これが真実ちゃうの?と思うほど引き込まれて読んだんですね。その塩田さんの最新作と知って、世に出て、1年以上経ちますが、図書館で偶然見つけて手に取りました。の塩田さん自身が元新聞記者なので、これってノンフィクション作品なのではと思うほどリアリティがあります。5つの物語は一つ一つが独立はしてるんですけども、少しずつ絡んでいって最終ね、5つ目のお話にまとまるので読み応えがありました。記者も人なので誤報してしまうことはあると思うんですね。大切なのはその後の対応だと思います。間違いを公表して謝罪するのか、それとも隠蔽してしまうのか、これは新聞社に限らずに、組織において問われる問題ではないかなと思います。隠蔽をすることで、新たな隠蔽が生じますよね。人もそうですよ。嘘をつくことで、新たな嘘をね、ついかなくてはならないってことがあるじゃないですか。人の人生が変わってしまうこともあるんですよね。まさに人生が変わってしまった人たちがこの小説には登場します。私の好きな場面はですね、最後の、5つ目のお話のさらに後半です。大手新聞記者で定年後、とあるきっかけからウェブサイトに記事を書くようになった、愛賀っていう人がいるんですけども、この後輩のウェブニュースサイトの編集長に帰り際に向けて放った一言。記者は現場やで、もう痺れました。かつ、珍しくね、関西弁の会話に違和感を全く感じない文章でした。それはね、この塩田さん自身が関西出身だっていうこともあるとは思うんですよ。で、私はね、新聞が好きなので、今でも新聞を購読しています。で、ネットニュースは自分で好きな記事だけを読むことができますよね。新聞はページをめくって見出しを読むことで、身近な地域のことから、外国のことまで今の世の中で起きていることをざっくり知ることができるね、やっぱり便利なツールなんですよ。限られた字数の中で自分の伝えたいことを
語句を駆使して出来上がる文章に魅力を感じます。特にシリーズものの記事にはね、興味を惹かれるんですよ。で、新聞って、購読してね、買わなくても、図書館に行くとね、無料で読むこともできます。で、ネットでニュースを読むっていうことももちろん否定はしません。でも、たまには紙面を広げて読んでみませんか？ネットニュースにはない記者のコツコツと取材を積み上げた記事を読むことができますよ。さて、この本の目次です。黒い依頼、共犯者、ゼロの影、D の微笑、歪んだ波紋、この5つのお話で成り立っています。電子書籍も出ています。著者の塩田武さんは1979年兵庫県生まれです。関西学院大学社会学部卒業後、神戸新聞社に入社。2010年、盤上のアルファで第5回小説現代長編新人賞を受賞し、小説家としてデビューされました。この作品は第23回将棋ペンクラブ大賞文芸部門大賞も受賞しています。2012年には神戸新聞社を退社、専業作家となられました。著書には女神のタクト、共に頑張りましょう、罪の声など多数あります。最後まで視聴してくださってありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。